それってどういう意味？教えてほしい？うん。ちょっと水島くん、顔近すぎ。知りたいって言ったのは君の方だよ。その答えと顔の近さって関係ある？うん。琴に。よ。君、もう行っていいよ。え？いいから、さっさと消えてくれない？何なの？相変わらずこんなことしてんのか。こんなことって？くだらない遊びだ。相手は傷つくだろうな。僕は傷つかないよ。こんなことを続けていたら、イクの心はすり減っていく、確実に。何なの？お説教しに来たわけ？やれやれ。イク、そんなに暇してるなら教師になれよ。教師？先生？そろそろ教育実習先を決めないといけないんじゃないのか？俺の学校に来いよ。うん。手続きしとくから、来いよ、行く。まだ引きずってるのかな。言われるままにここに来た。だけど何の意味があるんだろう。僕にはわからないままだ。なぜならもうこの世界に僕の居場所などないのだから。真昼の月なんて珍しい。綺麗だな。女の子の声。あ、ごめんなさい。ねえ、知ってる？月と恋は満ちれば欠ける。え？保健室のベッドは寝心地が悪いね。僕、変な寝癖とかついてない？なぜ姉さんの顔を思い出した？あのまだ恋の苦しみも体験していない顔だ。君はまだ本物の恋をしたことがない。え？何も知らないということは幸せなことだ。痛みを知らなければ痛みに怯えることもない。意地悪したくなる。純粋で綺麗なものほど怪我したくなるんだ。この学園に女の子は君一人しかいないんでしょ？ねえ、どんな気分なの？あのいっぱい男をはべらせてるってどんな気分？教えてよ。まさか本当に何も考えてないわけじゃないよね。やめてください。また会えるかな、清月学園のお姫様。どうしてだろう、すごく胸がざわつくんだ。この気持ちの正体が何なのかわからない。姉さん、僕は本当にここに来てよかったのかな。お姉ちゃん、苦しいの？大丈夫？早くユイをベッドに。うん。ユイの前でそんな顔するな。笑うんだ。手をつないでやれ。うん。薬効いた。イク、あったかい。僕には大事な人が二人いた。双子の姉と僕たちの面倒を見てくれていた小谷。二人がいれば
何もいらないと思った。姉さんは幼い頃から病気を患っていて、長くは生きられないと言われていた。長くは生きられない、そのことが僕はよくわからなかった。姉さんは今ここにいて、僕とコタニーの前で笑っている。手を触れればそのぬくもりも感じられた。イク、何してるの？心臓の音が聞こえる。当たり前だよ、変なイク。そう、それは当たり前のことだ。なのにこの温かい鼓動がいつか途絶えることがあるなんて、どうして理解できただろう。おかえり、イク。ただいま。ねえ、今日は学校で何か面白いことあった？そうだな、音楽の授業でさ、一人ずつ前に出て歌わされたんだ。それでさ、菱星ってやつが歌詞を…この頃には姉さんはもう家で寝ていることが多くなった。だから僕は学校であったこと、外で見た聞いた楽しいことを姉さんに聞かせた。姉さんの周りが楽しいことや嬉しいことでいっぱいになるように。ねえ、イクも前に出て歌ったんでしょ？もちろん歌ったよ。聞きたいな。え？イクの歌。本気で？そうだよ、本気だよ。じゃあ歌うよ。姉さんが望むならどんなことでもできる。僕の耳の奥には子供の頃聞いた姉さんの温かい鼓動がまだ聞こえていた。はあ、上手。本当に？うん、本当だよ。子供の頃よく手をつないでくれたでしょ。冬でもイクの手は暖かかったな。手なんていつだってつなぐよ。イクの歌はイクの手と同じ、とっても暖かくて心が暖かくなる。私イクの歌が大好きだよ。心臓が繰り返す鼓動の回数が決まっているとしたら、姉さんの鼓動はあと何回打つのだろう。コタニー、今日はどうだ？ずっと寝てる。そっか、俺は医者になろうと思ってる。コタニー、ユイの病気を治すために少しでもお前たちの力になりたいんだ。コタニーは姉さんのために、僕たちのために何かをしようとしている。僕は、なら僕は姉さんのために何をすべきだろう。イクの歌はイクの手と同じ、とっても温かくて心が温かくなる。私イクの歌が大好きだよ。姉さん、イク、できたばかりの新曲。忙しいのにごめんね。謝んないでよ。曲ができたら誰よりも先に姉さんに聞かせる、そう決めてるんだ。よ、お、イクの新曲聴いてるのか？うん、そうだよ。結構いいと思うよ。自信ありそうだな。コタニーもいい歌。そうだな。姉さんはすごく頑固で、おてんばで、ドジで、間抜けで、でも優しくて強くて、どんなに辛いことがあったとしても弱音を吐いたりはしなかった。